佐賀県の国の名勝九年庵では春の一般公開が始まり、晴天に恵まれ多くの人が訪れました。爽やかな風と鳥のさえずりが聞こえる中、水面に映る新緑の葉、緑一色に包まれている佐賀県神埼市にある国の名勝九年庵です。素敵ですね。美しい、とても美しいです。建物がね、うまくマッチして落ち着くんじゃないですかね。九年庵は明治時代、実業家が作った数寄屋造りの別邸と庭園です。春の一般公開はあさってまで、予約不要で高校生以上は美化協力金として500円が必要です。秋には赤や黄色のもみじに囲まれた九年庵が一般公開されます。